like a Hellcat。ショスケチャンネル。さあ皆さん、バナナジともショスケです。さあ今日はですね、こちら西武のワンデーパスで思う存分楽しんでいきたいと思います。もう12時過ぎてるんですけど、早速行きましょう。ですか。とりあえずスタートが遅くなってしまったんで、ここからまず新まで特急できます。秩父で降りるんで、あそこからね歩いて、とりあえずまず最初の目的地に向かいたいと思います。さあ乗車。さあ、西武のワンデーパスを使って降り立った先は西武秩父でございます。ですね、まあこの西武秩父といいますと、まあ記憶に新しいのは白猫プロジェクトの、秩父とのコラボイベントだったり、あとあの日見た花の名前は僕たちはまだ知らない、あの花で有名ですよね。まあ僕なんかあの花めっちゃ見てたんで、本当もうメンマーって言いそうですけど、けど本当西武秩父で降りるの多分人生でも初めてじゃねえかなっていうぐらいの経験なんですけど、まあ、じゃあここからね少し歩いて目的地まで行きます。いやー今日ね自然だわ、いいわ秩父本当ね、こう地元からね少し出ればこんな自然がいっぱいな場所に来れるんで、やっぱ西武線はいいですね。さて行きましょう。またさ、桜も少し残ってんじゃん。で、これまた風流だよね。で、こういう雰囲気、たまんないね。いいね。来てよかったね。いいね、いいね、いいね。いや、いいね、いいね、いいね。いいんじゃない?こういうの。もうたまらんち会長でしょ、これは。もうたまらんちだよね。やばいねこれ、素敵、このアングルだね、これ素敵だね。西武秩父の駅を降りて約30分くらい歩いたかな、羊山公園に到着しました。もう本当に、ね、景色が綺麗ですよ、ね、ではですね、羊山公園の芝桜ご覧いただきたいと思います。それがこちら。
朝羊山公園に来て、ただ予定が結構今24時22分なんで、ぼちぼち駅の方に向かって戻っていかないと後々の予定がやばい、今日本当この羊山公園ね、今が本当見頃だそうなので、もしよかったら行ってみたらどうでしょう。本当にやばいよ、一瞬撮っちゃった、すごい桜と撮れてる、あーやばい次リフレッシュしてる感じがする。今なんとこうなかなかね出かけたりしなかったからね、どこ行くもなし、何するもなし、ただただこうね、YouTube 編集したりして仕事して、楽しみがなかったからね。これじゃあれでしょ。分かった、決めた、ここでいいや。お、こっちだな。それではちょっと駅に戻ります。今これちょっと周りに人がいないんでマスクを外してますけど、なんかうわババ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 バ、いやびっくりした、怖い車が急に下がってきてびっくりしたんだけど、あのね、去年岩手に行った時もそこまで山登りって山登りしなかったの、だいたい車だったから、登ったっつーか歩いたっつっても、ほら厳美系、あの周丘系の長方のあれに上がってるけど厳美系じゃん。そう、あのこうマジな山登りはマジで久しぶりでなんか駅向かって歩いてくんだけど、遠いな、頑張って歩こう。これ今横に咲いてる花は何だろうと思って調べてみたら、どうやらアカシアらしいね。アカシアサンマじゃないよ、あーって言わないから大丈夫、あのサンマさんじゃないから大丈夫、ね、アカシア、あのアカシアの雨に打たれてたっけ、あの歌ありますよね、歌はないけど羊山公園で TikTok 撮りゃよかったな、失敗したね、でも戻る気ないけど疲れてたから。アカシアの雨に打たれてこのまま、歌わんよ、さあ羊山公園から降りてきて、ここから三峯神社に行こうとしたんですが、なんとバスが終わってた。いやもうちょっと早く動けばよかったね。まあしょうがないね、これはこればかしはしょうがない、俺も昨日まで4勤だったし、もうメンタルズダボロだったしまあとりあえずここからまずね、逆にこの祭り温泉にちょっと使ってきたいなと思います。ちょっと温泉でゆっくりしてきます。じゃあ行ってきます。わらじかつ丼いただきます。さあ羊蹄山をバックに、今ねわらじかす丼も食べ終えて、さあこれから、じゃあ地元に戻りたいと思います。だけどね本当にね、まあ午後から動き出しましたけど、本当にねまあこうすごいリフレッシュできる休みだったかなと思います。まあちょっとこの後もう一箇所どうしても寄りたい場所があるんで、そこ寄って帰りたいと思います。じゃあ乗りましょう。本当にまあこれ羊蹄山もまた次いつ見るか分かんないからね、いやーいつ見てもでかいね、この山はね。さあじゃあ、帰ろう。
さあ、西武秩父から一本、先に、一駅戻りまして、横瀬の駅にやってまいりました。なんで横瀬に来たかっていうと、あのね、俺ね、横瀬はね、ほんと好きな駅なの。西武線の駅の中でも、俺ね、好きな駅の一つなの。なんでかっていうとね、ここ、これ、これ3000系なんですけど、3000系なんですけど、元、今まで西武で活躍してた車両が、この駅でたくさん置いてあります。要はもう昔の車両を楽しむならこの駅です。はい。じゃあちょっとね、ご覧いただきましょう。ちょっとね、ここから僕の電車好きなところが見えてしまいますけど、申し訳ございませんけどね。まあ、ご覧いただきたいと思います。こちら。これが、西武の3000系ですね。39ラッピングの車両になります。この車両、3ドアの車両、3ドアの車両で、もともと8両だったんですけど、まあ、今、多分これ、1、2、3両にね、短縮されてしまってますね。もしかしたらこれ3両に短縮されてるってことは、復活あるんじゃね？ワンマン化してあるんじゃねとは思うんだけどね。で、ちなみにこれ、モハユニット、あんついてんのかな？あん残ってんのかな？モハがあればワンチャン復活あるよね。うん、多分あると思う。で、その先に止まってんのが、ニューレッドアロー、1番系ですね。今残り走ってんのが、新宿線だけなんですけど、新宿線の方の、レッドアロークラシックもね、どれ終わっちゃうみたいなんで、多分こっちに保存されるんじゃないかなと、思います。まあ、これもね、爆弾特急つってね、モーターがもう、オンボロのボロボロのものだったんで、これもう、この車両もね、またね、好きですよね。で、その先に止まってんのが、ズームで見えるかな。E31 型。で、E83 したっけな。昔のね、電気機関車も止まってます。この奥。で、あと、多分5000系のニューレッドアロー、5000系のレッドアローも止まってます、こっち側に。はい、これが横瀬の素晴らしいところです。さあ、じゃあこの後特急乗って帰ります。ニューレッドアロー乗りたかったなけど、僕は今ラビューに乗って帰るよ。またね、ニューレッドアロー新宿線で会おうぜ。電車通勤してる時さ、土日これよく乗ってたんだよ。ああ、行っちゃったけど、懐かしいね。うん、その懐かしい車両を見送りながら僕は東京に帰ります。バイバーイ。ということで今、時刻が、19時54分ということで、今大泉学園に帰ってまいりました。いかがだったでしょうか。まあ、リフレッシュを求めて秩父に行ってみたっていう、まあ、動画だったんですけど、まあ、久しぶりに、ね、こういう旅動画になったかな。うん、でまあこうやってコロナが続く中でいろんな鉄道会社さんが、いろんなイベントを、してます。もちろんこのコロナの中でイベントやるのはどうなのかと思う人もいるかもしれないんですけども、本当ね、そのコロナに負けないためにも、ね、組んでる一つのイベントでもありますんで、でね、でここに、ちょっと久しぶりに出てたと思うんですけど、ツイッターキャンペーンの、あるんですけど、詳しくは、西武鉄道、イベントで調べていただけると、多分ツイッターで出てくると思いますね。下に概要欄も貼っておきますんで、概要欄に、下にね、リンクも貼っておきますので、ぜひそちらの方からもし見ていただければいいなと思います。そしてね、一応、まあ、期間も決まってますんで、まあ、気をつけながらね、行っていただければと思います。本当ね、これ今日これだけで秩父まで1000円で行けるからね、これはお得だよ。うん、
そうで、まあプラスね特急料金、あ特急料金も所沢から乗れば往復1000円ですからね、だから2000円で秩父まで行けるんだよ、これお得だよ、なんでぜひ行ってみていかがでしょうか。というわけでね、ここに最後ポンポンポンと3つね、翔助チャンネル、週休憩、ゲーム数、風景チャンネルあると思います。風景チャンネルもね近々更新しますんで楽しみにしていてください。で最後にね、この度よかったと思ったら高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。翔助でした。ありがとうございます。